芥川龍之介作「龍」「宇治の大納言高国」「やれやれ昼寝の夢が覚めてみれば今日はまた一段と暑いようじゃあの松替えの藤の花さえゆさりとさせるほどの風も吹かぬ」「いつもは数週聞こえる泉の音もどうやらアブラゼミの声に紛れて」 かえって暑苦しゅうなってしもうた。どれ、またわらんべたちに仰いででももらおうか。何往来の者どもが集まったでは、そちらへ参るといたそう。わらんべたちもその大内話を忘れずに、後からついて参れ。いやあ、皆の者。 世が高くにじゃ。大肌脱ぎの無礼は許してくれい。さて、今日はその方どもにちと頼みたいことがあって、わざとこの宇治の手へ足を止めてもろうたのじゃ。と申すは、この頃、ふとここへ参って、世も人並みに創始を一つ綴ろうと思いたったが、つらつら一人考えてみれば、 あいにく、世はこれと言うて、筆にするほどの話も知らぬ。去りながら、あだ面倒な思考などを凝らすのも、世のような怠け者には何よりおっくう千番じゃ。ついては、今日から往来のその方どもに、今は昔の物語を一つずつ聞かせてもろうて、それを宗師に編みなそうと思う。さすれば、 代理のうち外ばかりうろついておるようなどには思いもよらぬいつじ気分が船にも乗せ車にも積むほど四方から集まって参るに相違あるまい。何と皆の者、迷惑ながらこの書望を叶えてくれるわけには行くまいか。何、叶えてくれるそれは長女。 では、早速、一同の話を順々に、これで聞くといたそう。こりゃ、わらんべたち、一座へ風が通うように、その大内輪であおいでくれ。それで、少しは涼しくもなろうと申すものじゃ。いもじも、末物作りも遠慮はいらん。二人ともずっと、この机のほとりへ前で。 寿司売りの女も日が近くば、桶はその縁の隅へ置いたがよいぞ。和奉仕もゴンクを外したらどうじゃ。そこな侍も山伏も高むしろ惜しいだろうな。よいか、支度が整ったら、まず第一に、年重な末物作りの沖縄から。 何なりとも話してくれ。